始め。はい、どうも、アキトーントーンです。やばいっていう言葉自体は、江戸時代からあったらしい。まぁ、今回そんな関係ないねんけど、平面図形の移動っていうことで、スタートントン。はい、平面図形の移動って言われたら3つ習います。平行移動っていうのと回転移動っていうのと対称移動、この3つをやっていきたいんだけど、早速書いていくわな。はい、平行移動って言われたら図形を一定の方向に一定の距離だけ動かす移動ってやつやねんけど、言葉で覚えるよりどういう移動なのかなっていうのをちゃんと頭の中にイメージがあればいいと思うから説明すると、例えばまあ三角形がこういう風にあった時に、こいつをそのままスライドさせるイメージ、これが全部平行移動やわ。自分のノートとかに書くとしたらどういう風に書かれるかなって言ったら、まあ三角形でやると ABC っていうのがあったとして、これをまあ形を変えずにそのままスライドさせたイメージな。 OK、 形変わってないから、まあこれ同じやと思って、でよく移動したらそのまま A を使うんじゃなくて、ここにチョンっていうのを書いたりします。これ A' ダッシュとか、数学めちゃくちゃ好きな人は A' プライムみたいな感じで読むねんけど、中学校は基本 A' ダッシュとか B' ダッシュみたいな感じでダッシュで覚えさせられるかな。 OK、で、平行移動っていうのの平行っていう意味を、今回はそれを動画見終わった後にちゃんと言えるようになってほしいねんけど、平行っていうことは対応する点を結んでほしいねんな。 A と A' ダッシュが対応してますよねっていうことで、ここをこういう風に点で結びますと。で、次 B と B' ダッシュが対応してるから、こういう風に点で結びますと。そしたら、こういう風に対応する2点を結んでできた線分ですね。はい、線分っていうのは長さが等しくて平行なんよな。オッケー、だから平行移動って言われます。もちろん、C と C' を結んだやつも、他のやつらと平行で長さも等しくなってないとあかん。だから平行移動はこういう風にスライドさせたやつやで、みたいなイメージを持ってください。で、さっき軽く線分っていう話をしたんやけど、線分って言われたら基本的にはこう2点を結んで、点までのやつですね。はい、点までのやつを線分って言います。オッケー。直線って言われたらその点を、超えるやつを直線って言います。いけるかな？こういう風に AB ってやった時に、これが線分ってやつですね。OK。で、こっちが直線ですね。一生続くよみたいなのが直線やと思ってくれたらいいわ。OK。で、まぁ、一応、半直線っていうのがあんねんけど、半分直線っていうことで半直線って言われんねんけど、これはめちゃくちゃ余談ですけど、こういう風な、片方がどっちかに伸びてるやつっていうのを半直線。片方の点まで行ってるやつが半直線ですね。はい。半分の直線って書かれるやつです。こういうちょっとしたね、言葉はね、分かってないと授業とか聞きづらいから今一個ずつ説明しました。はい。今回は線分な点と点を結んだだけやから、この線分たちが長さが等しくて平行になるやつが平行移動です。OK？ そのまま移動させる、そのままスライドさせるイメージでいいです。では次、回転移動っていうのを説明します。アキトントン！はい。回転移動って言われたら、図形をある点を中心として一定の角度だけ回転させる移動です。そのままです。回転移動やから回転させんねんなってイメージ。だから、こういう風に図形があったら、こいつをこういう風に回転させたら回転移動やでって言われます。で、こういう風に図を書いて説明するとちょっと難しいねんけど、例えばまあ、A、B、C っていうのがあったとしますよねって言って、回転移動の場合は回転の中心と言われるやつがあります。そいつを中心に回転させるよっていう点があります。例えば今回この辺に O っていうのを置きますね。回転の中心です。はい。で C を結んで、ここから90度回転させたいってなったら、90度だけ線を描きます。同じ長さで90度描きます。はい、いいかな、ちょっと赤で書くわな。で、そこにできたやつを対応する点として、まあ C' とします。じゃあ O から A にもまた同じように引きますよと。で、ここから90度また考えてあげて、同じ長さで、引いてあげますと。はい、そこが A' っていう風になりますと。ちゃんと物差しとか使ってな。で、次、B はここやから、この線に対して90度で同じやつを引いてあげますよと。はい、この点をまあ B' としたら、こいつらをつなげたやつがこの点 O を中心に90度回転させたやつになるっていうこと。それかな、この O が回転の中心として A と A でこういう風に回転していくっていうのがわかるかな。ちょっと書きすぎたら見にくいんやけど、 C はこういう風に回転してて、 B はこういう風に回転していくよっていうのがわかると思うねんな。これをちょっとくるって回してる感じな。 OK、 図がちょっと下手くそやけど、こういう風に
何かを中心に回転させてるやつが回転移動、覚えてください。で、これポイントが回転の中心と対応する2点の距離っていうのが同じです。さっき書いてる、O から C の距離と O から C ダッシュの距離同じです。 O から B ダッシュと O から B の距離同じです。O から A と O から A ダッシュの距離同じにしないとあかんっていうこと、回ってるからな。で、これ同じだけ回転させなあかんから O と対応する2点の角度、つまり各 COC ダッシュの角度っていうのと各、例えば、BOB ダッシュの角度っていうのが同じにならないとあかんし、これと全部やね、各 AOA ダッシュの角度は全部同じにならないとあかんよっていうのがありますよ。なぜなら同じだけ回転させてるからな。 OK、 いけるかな。で、今回はキトントンはこれが90度となるように回転させましたと。はい、もうちょっとちゃんと書いたらもっと綺麗に図になると思います。で、この、この回転する角度が180度の、回転移動の時を転対称移動っていう特に名前があるから、それもまあなんとなく豆知識として覚えておいてください。とりあえずは絶対覚えなあかんのが、回転移動っていうのはこういう風にある点を中心として一定の角度だけ回転させる移動、今回やったら90度、回転させましたっていうのが回転移動です。 OK、 これ書くのが一番めんどくさいけど、覚えてください。次、最後、対称移動っていうのをやっていきます。対称移動は結構わかりやすいかな。はい、対称移動は図形をある直線を折り目として折り返す移動ですね。普通にこっちに三角形なんか書いて、そのプリントを折ったりして、こっちにできる三角形をイメージしてくれたり、どういうことかって言ったら、三角形がこういう風にあったとして、こういう風に線を描くんですよね。それに対して移動させるっていうことでこうなりますよと。で、 A ダッシュ、 B ダッシュ、 C ダッシュになるよっていうこと。これ折ったら同じになるやろ。 OK、 この真ん中の線のことを対称の軸って言いますね。はい、 OK。 で、あともう一個性質としては、対応する辺をこうやって繋いだら垂直で交わって、なおかつこの線分 A と A ダッシュっていうのはこの対称の軸によって垂直2等分されんねんな。OK、 どういうことかって言ったら、ここの距離とここの距離が同じっていうこと、中点っていうこと。 OK、 それを全部言い換えたのが、対称の軸は対応する2点を結んだ線分の垂直二等分線になるみたいな、こういうさせられ方したりします。 OK、 とりあえず距離が等しいってこと、なぜなら折ってるからな。そんな感じで、まあこれ移動やから全部距離がどうなってるのかなっていうのは分かっといた方がいい。基本的には等しくなんでな、ここの長さが等しいって言ってるのと、こうやって回転してるから対応する点と、この回転の中心の距離っていうのが同じやし、これ折り曲げてるから、そこの移動した距離は同じやしみたいな感じ。はい、ということで対称移動っていうのはこういう折り返す移動です。はい、結構ね、この平行移動と対称移動はってできる人が多いですね。まあ普通にスライドさせるのと折り曲げるだけ。はい、これホワイトボードみたいな、これめちゃめちゃでかく書いて、あとちっちゃくなって、アキトントンの計画性のなさが見えますね。はい、あとはまあこういう風に回転移動は何かを中心に回転させる、覚えてください。で、まあこういう基本的なことを覚えた上で、いろいろ問題やるとできるようになっていくと思います。で、まあこれから先はこういうのが分かった上で普通に問題とか出されるから、こういう基本的なことはバカにせずにね、ちゃんと覚えてください。ということで、今回のまとめノートを貼るので、スクリーンショットとかノートとかに書き写して勉強してください。まとめノートです。この動画が良かったと思ったら高評価&チャンネル登録お願いします。友達にアキトントン知らない人いたら広めてください。はい、今日ちなみにモナリザがいました。はい、ちょっと怖いですね。最後に見てくれてる人おるんかな。広めまくってね。バイバイ。あ、本とかもいっぱいアキトントンあります。いっぱいっていう本ないけど、バイバイ。